横山高俊横山高俊9月25日から1933年12月19日は、明治から昭和期の実業家、政治家、家族、貴族院男爵議員、十三味君四等、輝か横三家第十四代当主、石川県石川郡金沢で、輝か横三家当主、横山隆平の長男として生まれる、父の死去に伴い、 1903年8月14日に男尺を就職した。第四高等学校補充科で学び、その後、東京に出て、専修学校に入学し、パジリ・イネジロー、坂谷・義雄などから理財学を学び、1897年に卒業式教した。父が経営していた小小小屋鉱山に入り事業の拡大を図った。また親族横山流行が経営していた平。 金鉱山と合併して、横山工業部を設立し、さらに大倉鉱山、宮田又鉱山などを買収して、経営を拡大した。その他、石川県教育会会長、歌州銀行頭取、共同生命保険社長、金沢電気機動社長、ブラジル宅職取締役、金沢商業会議所特別議員、北陸絵画協会会長などを務めた。また、東京に、 旧家が半量出身者のための寄宿舎、名林館を、林健徳、横山高尾塩谷法、小倉と測って設立し、更新の育営事業に尽力した。1918年7月、貴族院男爵議員に選出され、厚生会に所属して活動し、1925年7月まで一期、在任した。ありがとうございます。